こんにちは。スタジオ系のモテキです。前回の動画ではですね、泳いでる時の目線ですね、目の付けどころ、目の位置、ここについて話をしたんですが、今回の動画では泳いでる時の骨盤の形や背骨の状況、こういったことについて話をしていきたいと思います。で、今結構水泳の姿勢とかで調べるとですね、骨盤後傾がいいってことがいっぱい出てると思うんですよ。僕から言わせると、ちょっと骨盤後傾後傾って言いすぎて、みんなちょっとそっち方向にオーバーにやりすぎた、もしくは後傾してるつもりでできてなくてうまくいってない人っていうのが割と多いなっていう感じを受けました。なので僕は骨盤後傾とか前傾とかっていうよりもですね、あくまで骨盤が後傾するのは手段であって目的ではないっていうことについて話をしたいなと思います。まず水泳についての姿勢に関して一番大事なことを言いたいと思います。水泳に関しては細く長く伸びてれば伸びてるほど体は浮くし、抵抗が少なくなるので、泳いでる時は細く長くなれればなれるほどいいと僕は思っています。なのでですね、人間の体って、こう横から見てもらった時にですね、この生理腕曲って言って背骨がこう S 字になっていると、これが一般的な体なんですよ。ほとんどの人がこうなっています。でも S 字っていうことはですね、距離が短いんですよ。つまりこの S にカーブしてる、湾曲してる分がまっすぐになったとしたら、ちょっと距離が長くなる、つまり背が伸びる感じになると思うんですよね。そういう形を作りたいんですよ。浮くためと、そして抵抗を減らすために生理湾曲をなくして背骨まっすぐにしたいんですよね。で、背骨まっすぐにしてここの反りをなくそうとすると、骨盤は自然とちょっとだけ後ろ側に回転します。これが後傾になります。ただこれをほとんどの人が大きくがっつりやりすぎちゃった結果、ここをまっすぐにするだけじゃなくて、むしろここが曲がってきちゃって、へっぴり腰みたいな感じになったり、腰が抜けるような感じになっちゃってる人っていうのが何人かやっぱりいるので、そういう人はやりすぎというか、そもそも目的になっちゃってるんですね。骨盤後傾することが、骨盤後傾はあくまで手段で、背骨の生理腕曲をまっすぐにしていく、それが目的です。その目的のための手段として骨盤の後傾がちょっとだけ入ります。ほんの数ミリ、角度にするとおそらく5度以下ぐらいのすごい微妙な角度、骨盤が後ろに倒れるだけなんですけど、これを大きく倒しすぎちゃったり、倒せない骨盤というか腰回りの使い方がよく分かってなくて、この辺の筋肉に神経がうまくつながってなくって、骨盤後傾やろうと思った結果、腰をこう後ろにせり出すような形になって、体がくの字になって、そのまま足元からどんどん沈んじゃうっていう人が結構見てて多かったので、この骨盤後傾はこれを目的にしない方がいいと思います。目的は背骨の生理腕曲 S 字をなくしてまっすぐ伸びる、長く細く伸びていくっていう、ここを第一目標にして、その結果手段として骨盤が後傾する、これが一番理想です。じゃあこの背骨の生理腕曲どうやったらなくすのかっていうことなんですが、まずは自分がどれぐらい湾曲してるのかっていうのを確認します。感じること、そこから始めていきましょう。でこんな感じで壁を用意してもらってですね、この壁にこう背中をくっつけます。そうするとですね、大体の人が腰と壁との間に隙間ができます。そして 肩とか首のあたりにも隙間ができると思います。ここの隙間をできるだけなくしましょう。ここが腰と壁との間、ここ隙間が開かないようにこの隙間をキュッとなくします。で、肩もこう離れたり猫背になって頭が前に出ないように頭を後ろにグッと引きつけます。で、ここの隙間をなくすこと、首とこの壁の隙間をなくすことは、体の構造的にはできないんですが、やっていくような気持ちで顎を後ろにグッと引きつけていきます。鶏がポッポッポッってやって、このままこうポッポでこう顎引いた状態というか、ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、そういう感じで顎を引いていきます。この状態で手を上に伸ばして、細く長く上に伸びると、そうするとですね、背骨がほぼほぼ今まっすぐになっています。で、この姿勢をキープするにはお腹にちょっと力が入らないとこの姿勢キープできないと思うんですよ。お腹だらんってなると腰が反って、で、背中の真ん中あたりが丸まってきて猫背みたいな感じになっちゃうんですけど、お腹にシュッと締めておいて背骨をまっすぐにしていきます。こういう感じですね。こう反ったりとか丸まったりしない。で、骨盤後傾するとこうなる人多いんですよ。これは×です。で、こうなって骨盤後傾しちゃってる人が多いので、骨盤後傾って
いっぱいいろんなところで聞いてやろうやろうって頑張った結果こうなっちゃってるのであれば、今すぐ考え方をちょっと改めてですね、背骨の整理湾曲をなくして背骨をまっすぐにしようっていう意識で伸ばしていくといいかなと思います。でその結果骨盤がわずか数ミリ、角度にして5度ぐらいだけちょっと後ろに倒れて腹に力が入って腹圧が高まってる状態、これが泳いでる時に一番いい状態になります。ただもう一個ちょっと注意しないといけないところがあってですね、この姿勢でずっといればいいのかっていう問題もあって、クロール背泳ぎに関しては割とこの姿勢のまま左右にこう体を倒してローリングしながら泳いでってもらえればいいんですが、バタフライと平泳ぎに関してはですね、体をうねりながら泳がないといけないので、こうなったりこうなったりする瞬間が交互にやってきます。例えば手をかいて水の上に手が出ていくとき、このときは腰が反って胸がしっかり張られた状態のまま手が上がります。で水に入水するときはむしろこの中丹田、みぞおちのあたりですかね、このあたりをギューッと後ろに引き締めて顎も引いておでこあたりから手の重さと頭の重さを前にぐんと乗せて入ります。伸びてる時も水中でグライドして伸びていく時もこういう形で伸びていきます。この時猫背のままだとこうザブンと水の中に入ってこのままの形で浮いてきちゃうんですよね。入って胸張りながら顎を引いていくことで前にスーッと水中の中でグライドしていくことができます。なのでこういう動きとこういう動きが交互に入ってくるので、この形で固定っていうのはあんまりしないです。さらにドルフィンキックになるとやっぱり骨盤が後ろに倒れたり前に倒れたりっていう、こういう前傾後傾前傾後傾の動きを使いながらキックするので、骨盤後傾の背骨まっすぐ、整理湾曲なくしたこの姿勢で常に泳ぐわけではないです、なので水泳の姿勢、特に毛伸びで伸びてる時の姿勢ですね、これで迷ってる人、骨盤後傾してみたけど足沈んじゃうとか泳ぎにくいとか腰痛くなったとか何か問題を感じた人は、骨盤後傾がこれが目的になっちゃってる人が多いので、これはあくまでも手段です。背骨まっすぐにすることが目的で、そのための手段としてわずかの骨盤後傾が入るっていう意識ですね。これでやってもらえると今より全然パフォーマンスが上がってくるんじゃないかなと思うので、ぜひこういう意識で骨盤後傾というよりも背骨をまっすぐにした結果骨盤がわずか数度動く、こういう意識で泳いでみてください。はい、今回は以上になります。チャンネル登録や高評価が更新の原動力になります。よろしくお願いします。